ハインリ・ヒホン・ルスティーゲは、ドイツの画家である、現在のノルト・ベスト・ファーレン州のベルルに生まれた。1828年から、デュッセルドルフ・美術アカデミーで、フリードリヒ・ビルヘルム・シャドウに学び、1836年に、フランクフルトに住んで、シュテーデル美術館の美術学校の教授となり、ウィーンやハンガリー、ドレスデン、ベルリンやフランス、イギリスを旅して修行した。 1845年に、シュトゥットガルトの美術学校の教授となり、現在のシュトゥットガルト州立美術館の学芸員、王室の美術コレクションの管理者を務め、1887年まで美術学校の教授職を続けた。ルスティーゲが教えた学生には、ハインリ・ヒフォン・ツユーゲルや、フィリップ・ルンプフ、アントン・ブライトラがいる。1867年に、 ビュルテンベルク王国から勲章、オーダンデアワーテンバー・チョチェン・クローネを受け、貴族に除せられた。1890年には、故郷ベルルの名誉市民の称号を得た。ありがとうございます。